よっしゃ、ボムシャラチャンス。午前8時前、キャンプ地宮崎県日南市の天福球場へ続々とユニフォーム姿の選手が入っていきます。そして新井監督も。キャンプ初日の今日は歓迎セレモニーで地元の保育園児からキャッチフレーズ「シャ」にちなんだこんなメッセージが。みんなでシャ。楽しみにしています。エールを受け新井監督は、このチームには優勝して日本一になる力があると信じています。昨年以上に面白い試合をたくさんお見せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。朝は日差しのあった日南市内でしたが、昼前からあいにくの雨に。それでも初日から活気づいたのはブルペンです。雨でグラウンドが使えない野手陣が打席に立ち、生きたボールを目で追います。4番候補の新助っ人シャイナーも積極的に打席へ立ち、球筋を見極めました。一方、16人が初日にブルペン入りした投手陣には心強い存在がいます。先月野球殿堂入りを果たした黒田博樹球団アドバイザーです。一軍キャンプ初参加の2年目、斉藤優太も貪欲に学ぶ姿勢を見せます。全体的に良かったと思うんですけど、まだ少しばらつきだとか球質にもムラがあるので、もう少しそういうところ集めてやっていけたらなと思います。先輩方もやっぱりすごい人ばっかりなので、学べることをしっかり学んで成長していけたらなと思います。大学出身の新人3人も初日からブルペン入りです。ドラフト2位入団のサウスポー高太一はベテラン相澤を相手に32球を投げました。たくさん課題や反省ができたので、これをちゃんと生かして、なんとか一軍に食らいついていけるようにしたいなと思っています。こちらは球数16球と抑えめのブルペンだったプロ11年目の栗。初の開幕投手を目指し、マイペースに調整を続けます。先発をやらせていただいている以上、そこを目指して、高みを目指してやっていきたいと思います。午後は屋根付き練習場でバットを振り込んだ野手陣。新井カープ2年目に向け、1ヶ月間の激しい競争が始まりました。